2022年11月29日ウクライナのレズニコフ国防相が、以前からフランスが供与を約束してくれていた多連装ロケット砲システムマースが、我が国に到着したと発表し、このことはマクロン大統領とゼレンスキー大統領の友情の証であり、フランスのルコルニュ国防相及びフランス政府、そしてフランス国民に感謝するとして謝意を述べたよ。アメリカをはじめとするいろんな国がウクライナを支持して、いろんなものを供与してくれているよね。各国の支持があってこその戦いだからね。もちろん、あまり肩入れしすぎてロシアを刺激するのも得策ではないことは、頭に入れておくべきだが。さて今回は、フランスからマース供与されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。フランスがウクライナに供与したのは、アメリカが自分の多連装ロケット砲システム M270 をヨーロッパ向けに改良した M270AH に相当するマースで、今回は2両供与されたもので、11月20日にウクライナ軍に引き渡されたんだよ。これによってウクライナ軍に供与されたマース、ロケット弾6発入りのランチャー2台を搭載できる M270 が派生型を含めて、イギリス6両、ドイツ5両、フランス2両で13両となり、アメリカから供与されていて、ロケット弾6発入りランチャー1台を搭載可能な M142 高機動ロケット砲システムハイマース18両と合わせて計31両となったが、11月末時点でこれらがロシア軍によって破壊されたとの情報は一切入っていないんだって。これらのマースではランチャーが共有されているため、アメリカ軍がウクライナ軍に提供している長射程の G マースロケット弾も共有が可能であり、ウクライナ軍が南部ヘルソン州のドニプロ川西岸のロシア軍に対して補給路や兵站集積施設などを攻撃し、ロシア軍を弱体化させたことで名を挙げたハイマースが4両増強されたのと同じ火力増加が期待されているよ。ロシア軍の後方兵站攻撃に使われた G マースとは 90km の長射程と GPS 精密誘導によって、ピンポイントでの砲撃が可能な全天候対応型の 227mm ロケット弾で、発射後に本体に収納されている4枚の翼が展開され、GPS 誘導によるピンポイントな攻撃が可能であるみたいだね。現在 M30HA2 と M31HA2 があるが、M30 も M31 も最新型の A2 型は2022年から生産が始まったばかりとされ、アメリカ軍自体にも在庫が少ないと見られていて、ウクライナには AH 型が供与されていると見られているよ。しかし、これらウクライナ軍に供与されたマースが同時に一斉射撃を実施した場合、ハイマースから6発×18両、M270 から12発×13両が発射されることになり、一撃合計は264発となり、例えばこの攻撃を1ヶ月毎日実施したとすると、7920発もの G マースロケット弾を消費することになるね。これはアメリカ軍が年間に調達する 227mm ロケット弾総数3000発から5000発を大きく上回る数量であり、ロケット弾の製造元であるロッキード・マーティン社が1年に生産できる G マース弾の数量が約1万発であることなどから、アメリカ軍としてもウクライナ軍に湯水のごとく G マースロケット弾を供与することができないのであるみたいだよ。このところウクライナ軍は報道管制を敷いているのか、G マースロケット弾を使用したウクライナ軍側が発表する戦況が入ってこないのであるけど、一つにはウクライナ軍の保有弾数も減少しているために補充を待っている可能性が指摘されているんだよ。ロシア軍の精密誘導ミサイルやその他の弾薬などの枯渇が噂されている中、アメリカ軍の弾薬余剰在庫もまた少なくなっていることが報じられていたが、ウクライナ軍が攻勢をかける際に必要な数量の確保が難しくなっているのかもしれないね。また、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から供与されている、多数の 155mm 榴弾砲の通常砲弾についても、その供給に問題が生じていると見られているとされ、NATO 諸国がこれまでにウクライナ軍に提供してきた榴弾砲弾はアメリカだけでも90万発以上とされていて、1日に数千発使用しているウクライナ軍の在庫は枯渇に近い状態になっているのではないかと見られているよ。また、
NATO 諸国もアメリカを含めて自国が必要としている在庫の確保を無視して、提供し続けてしまうと安全保障に大きなリスクを背負うことになるみたいなんだって。そのため、このことについて一つの解決策として、ウクライナ軍も使用している旧ソ連規格の 152mm 榴弾砲弾の生産が検討されていたところ、ウクライナ軍参謀本部11月29日、ウクライナ国営企業であるウクロボロンプロム社が 152mm 榴弾砲弾の生産を開始したことを明らかにするとともに、ウクロボロンプロム社製とされる 152mm 榴弾砲弾を公開したんだよ。現在ウクライナ軍が保有している榴弾砲は NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲より、旧ソ連製の 152mm 榴弾砲の数が多く、ウクライナ軍も使い慣れているらしい。これまで 152mm 榴弾砲弾については旧ワルシャワ条約機構に加盟していて、現在 NATO に加盟している東欧諸国や第三国などから 152mm 榴弾砲弾をかき集めていたほか、ロシア軍が放棄したものなどを使用していたのであったんだよ。ウクロボロンプロム社の今後の生産量がどれほどのものとなるかは不明であるけど、152mm 榴弾砲弾の他に旧ソ連時代からの兵器としてウクライナ軍が使用している 122mm 砲弾の製造も開始したとされていて、合わせて相当数の砲弾を自前で供給することが可能になるのではないかとの見方が広がっているみたい。そうだったんだね。旧ソ連製の 152mm の榴弾砲を使い慣れてるイルなら榴弾砲を自前で供給できるようになれば枯渇になる状態も防げるかもしれないね。さらに、NATO はウクライナ軍が使用する旧ソ連規格の弾薬や、兵器のスペアパーツの製造にも投資をして増産させることが検討されていて、具体的にはチェコ、スロバキア、ブルガリアなどにある旧ソ連規格の砲弾工場などに NATO が投資することで生産を再開させると見られているよ。アメリカのブリンケン国務長官は NATO 外相会議が開かれているルーマニアの首都ブカレストにおいて11月30日、ウクライナ軍で使われている旧ソ連製の弾薬や兵器製造を東欧諸国において、実施するために必要な資金援助などを NATO が検討していることを明らかにしたね。ブリンケン長官はこの中で我々はウクライナが望み、彼らにとって最も効果的なものの調達を確実にするためのあらゆる選択肢を考慮に入れているとして、ウクライナ軍に供与して効果的なものの一部には、彼らが数十年にわたって使い続けてきた旧ソ連製の兵器とその弾薬であると指摘した上で、これらの兵器の弾薬の供給をウクライナ軍に対して確実に実行しなければならないとしたんだって。そう話した上で、東欧諸国においては旧ソ連時代の弾薬や兵器の製造がしばらくの間なされておらず、停止している製造ラインを再開させた上での対応が必要になるかもしれないとして、そのための資金を NATO が提供すると述べたよ。このブリンケン国務長官が明らかにした、ウクライナが用いている旧ソ連時代の兵器や弾薬の製造に対する資金援助などについては、アメリカのニューヨークタイムズが先に、NATO はチェコ、スロバキアやブルガリアにある旧ソ連時代の弾薬や兵器工場への投資を話し合っているとした上で、この投資は、旧ソ連製の榴弾砲や戦車など、その兵器や装備を依然として大きく旧ソ連時代のものに頼っているウクライナ軍の事情を踏まえ、これらの光景に適合する砲弾の製造を再開するのが目的と伝えていたんだよ。ウクロボロンプロム社や東欧諸国の工場の生産量がどれほどのものになるかは不透明であり、ウクライナ軍に対してどれだけの量の旧ソ連規格の弾薬や兵器修理用のスペアパーツなどを製造して提供できるのかは不明だが、アメリカをはじめとする NATO だけに頼らずに、旧ソ連製兵器を活かしつつ砲弾不足が解消できるのであれば、227mm ジーマースロケット弾や 155mm 榴弾砲弾の不足が緩和される可能性に期待が広がっているらしい。激戦が伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムートにおいても、旧ソ連製の 152mm 榴弾砲や 122mm 砲が砲兵戦の主力であることが伝えられていて、ロシア軍との違いはウクライナ軍が民間製の安価な偵察用ドローンを駆使して攻撃目標の座標を正確に掴んでいるのに対して、
ロシア軍の砲撃の精度が低いことと、ウクライナ軍の砲弾の数が圧倒的に足りないことだとされていて、最前線ではこれらの弾薬がいち早く届けられることを願っているとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。